はい、皆さんどうもつかしです。今回はですね、闘技場観戦の方をしていきたいかなと思っております。で、今回使っていくパーティーなんですけれども、こちらの編成でいきたいかなと思っております。で、自分の動画というか、闘技場観戦なりいろいろな動画で言っているんですけれども、羽嫁リセット強くねという話を、至るところで、言ってるかなと思います。特になんですけれども、相手にブロッカーがいない時ですかね。はい、ハネムーンブラストだったり、ポイズンスリープブライド、どちらも、結構刺さるというところで、かなり強いキャラだと、自分は思ってるんですよね、ハネムリゼットが。ただ、今までこうやってハネムリゼットメインで編成組めなかったっていうのが、ちょっと先発に置くとなんかあんまりいまいちっていう印象がどうしても強かったというところで、控えで出てくるキャラっていうのは、その時その時で本当に運の要素が関わってくるかなっていうところだったんで、メインにはしづらかったところなんですけれども、ちょっと今回いい試合が取れたとたまたまですけどね、というところなんで、ちょっと動画にさせてもらいました。で、ハネメリゼットの弱点になってくるところが、やっぱどうしても状態異常、特に毒ですね。というところなんで、今回は、卑弥呼と、ハネメじゃない、ミザーニャ使っているというところなんで、特に、毒はそうなんですけど、眠りの方をですね、カバーしていく、編成に、していきたいというところで、かなり耐久力が高いパーティーとなっております。で、卑弥呼なんかは、ちょうど今、ピックアップっていうか、厳選のガチャのピックアップが来てるんで、合わせて紹介できたらいいなというところで、卑弥呼も使っていこうかなというところです。細かいパーティーコンセプトになるんですけれども、先ほど言ったように、耐久がメインなんですけれども、やっぱ羽目リゼットですね、アンハッピーブーケだったりで、相手の動きを止めつつ、自分自身で火力を出すというところなんで、このパーティーのメンツ見てもらうと分かるんですけれども、あんまり火力っていうキャラいないですよね全て、先発単体、なんですけれども、どちらかというと補助寄りっていうか、火力技も持ってるけどサポートメインだよねぐらいな感じのキャラたちかなと思うんですけど、このサポートキャラ3体が揃うと、意外と火力面もバカにならないぞというところで、かなり相性がいいんじゃないかなというふうに思います。で、先発にミザーニャ置いてるんで、最近だとクレオパトラですね、厄介なとこなんですけれども、そこもカバーできる形になっているというところなんで、相手いろんな編成に対処しやすいんじゃないかなと思います。ただやっぱ闇ジャンヌ型ですかね、闇ジャンヌとかぐやの形に対しては、ステルスガードついちゃうんで、ちょっと状態異常に入れにくいっていうところがあって、そこがちょっと弱いかなっていうところですかね。多分燃焼に対してもそんなに強く動けないです。一応はミズアーニャがいるんで、燃焼キャラを眠りにできたりとかすれば、優位に立てるっちゃ立てるとは思うんですけど、ちょっと燃焼にそこまで強くないんじゃないかなっていう気はしてます。で、やっぱり先発にミズアーニャがいることで、パーティーっていうのはかなり安定するもので、ランスロット、花芽ランスロットの後に光アーニャ出てくるんですけれども、ここで一体1回ですね、全体クリアが入るんで、特に相手の先発にかぐや姫なんかがいるときは、かなり重宝する動きになりますね。で、その後も、雷属性のキャラが、ひたすら出てくるんで、相手にスタンを入れることができるというところで、一応相手の光アニャ対策で、卑弥呼が、ブロッカー特攻のスキルも持ってたりするのと、ハネメリゼットも、毒入れて、倒しきることもできるというところなんで、序盤の方はブロッカーは、結構早い段階で排除できるんじゃないかなと思います。火力不足はあるとは思いますけどね。はい。で、終盤の方は、毒とスリープメインといういつもの形になっております。はい。ということなんで、今回もですけれども、先発、特にハネメリゼットと卑弥呼ですかね。そこの動き、注目してもらいたいかなというふうに思います。ということで、早速、戦闘の方ですね。ていきましょう。
はい、ということで始まりました。でお相手ですね、まあ、先ほど言った闇ジャンヌと、かぐや姫の形になるんですけれども、まあ、先発に、ハナメリゼットもいるというところなんで、まあ、相手のハナメリゼットの動きも、一つ見れたら面白いんじゃないかなというふうに思っております。であと、今回のお相手なんですけれども、ちょっと先発にブロッカーがいないということもあって、まあ、相手が攻めてきてる形なんですけど、ちょっと王と天下の編成の感じがあるかもしれないところですけれども、まあちょっと見ていきたいかなと思います。で、相手がですね、まあ、こっちとほぼ同じパーティーコンセプトというところで、こっちがかなり睡眠状態になってしまっています。まあただそれも見越して、まあ、ヒミコだったり、ニズアニャ、プラスアルファで、次の、ヒカリアニャが、まあ、刺さってくるような形にしているというところですね。でこちらはですけれども、早々に、相手のブロッカーって今倒せたかな、倒せてますね。ヒカリアニアを特に倒せてるんで、この後のスタンが、かなり入りやすくなってるかなというふうに思います。でもやはり相手の先発にかぐや姫がいると、基本的にこちらのキャラが1体眠った状態になってしまうんできついんですけど、まあ、ハーベストベールなり、いろいろクリアを生かして、長く戦えるようにしていくっていう狙いのまんまですね。で、ヘイトに関しても、まあ、やはりあの、ミズアーニャのヘイトが高いということもあって、まあ、そこはありがたいところかなと思います。で、まあ、ハネメリゼットの強いところは、相手がスリープの、相手がスリープ状態になっている場合は、まあ、そこから、倒し切ることができるというところですね。すぐに毒にすることができるんで。はい、でまあ今みたいに相手に、光アイナさんいなければ3対3が決まるというめちゃくちゃ気持ちいい展開ですよね。でまあスリーププライド入ったことで相手のリゼットも毒状態になったので、すぐに突破することができましたということで、まあ結構お互いにパーティーコンセプト自体は似ていたところなんですけれども、今回多分展開がこっちがだいぶ有利だったかなというふうに思います。まあ、やっぱり特にヒミコがでかかったんじゃないかなというところで、まあスリープケアをしっかりしていくと、まあうまく戦いやすくなるんじゃないかというところですよね。はい、でここはもう本当ヒミコがやらかしてくれた盤面というところで、相手せっかくサバイバルラッシュの発動条件を満たしていたんですが、わざわざとどめを刺してしまって、控えに戻ってしまったというところですよね。まあ逆にサバイバルラッシュの発動条件を満たしていたからこそ、倒しに行っちゃったかもしれないんですけど、それだったらまずヒミコ捉えてほしかったですよね、絶対。はい、でまあ、ちょっと落ち着いたかな。で、相手の盤面にもヒミコが出てきてしまったんで、まあ、ヒミコやっぱり強いですよね。ハーベストベールの有用性がもうめちゃくちゃ高いと思います。あれ、そういえばミボーネとかいるんで、やっぱりなんかオート電化っぽいですよね、ちょっと編成が。まあ、ミボーネの今、久々にコンボバーストとか見ましたけど。はい、でまあ戦闘の方が進んできて、今のところは、控えのメンバー的にこっちが負けて、数的に負けてんのかな。でもやはり先ほどヒミコを結構フューチャーしてたとこなんですけれども、まあ、ミズアーニャも、まあ、こういう風に2対3入れられるんでね、まあ、相性としては全然悪くないし、というよりかむしろ全然いいですよね。で、あともう一ついい点としては、相手を起こさずにイージスオーバーロードで、相手のスリープキャラを削りつつ、まあ、そこで花嫁リゼットにターンが回った場合は、さらに、追撃ですね、特にスリープキャラに対して攻撃した場合は、まあ、すぐさま毒にもできるというところもあって、まあ、アイアンハートなりアイアンホープのキャラを、簡単に落とせるようになるというところですね。
はい、やっぱまあ卑弥呼でかいっすねこれまあ結局は一体スリープ続いてはいるんですけれども、まあなんだろう、複数体眠ることがないっていうのは一つ大きいポイントになるんじゃないかなというふうに思います。で、先ほども、こちらのジャンヌがですね、かぐや姫に倒されてしまったんですけれども、ジャンヌ倒された時に控えから、光白雪が出てきたんで、まあ、スリープ入ることなく、場面進めることができたというところですね。で、ここですけれども、もうちょっと前なんですけれども、相手の、オーディンのゴッドスタンが、まさかのハネムリゼットに入ってしまったというところで、まあもうこのままハネムリゼットはちょっと置物状態になってしまったというところですけれども、まあ本来だったらもう 500T スタンスされたキャラっていうのは、まあ行動は基本的にできないんですけれども、まあ、ちょっと見ていきたいかなというふうに思います。やっぱ何ですかね、水アーニャがいると、まあ、なんかパーティーの安定感が桁違いかなっていうところ一つありますかね。あれ、ここスリープ対象が、ハネメリゼットになってくれたのはめちゃくちゃありがたいですね。もうどちらにしろ、300T 動けないんで。では水ギアニアもやっぱりそのイージスオーバーロード等あるおかげでかなり耐久力が高いかなというふうに思います。まあこの場面でももうイージスオーバーロードが打てるようになったというところで、まあまたなんだろう、まあ耐え切ることができるというところですよね。で逆にハネメリゼットですね、こちらはまあ相手の水アーニャの、まあ、メタではないですけれども、まあ、今みたいに、まあ、全体攻撃持ちっていうのは、まあ、ハネメリゼットに攻撃当たると、まあ、こんな感じで動きが止まるというところもあるので、まあ、かなり大きいんじゃないかなというふうに思います。でここで相手のジャンヌがついにというか、まあ、ようやくまあ、サワラルラッシュ打ってくれたというところで、まあ、これ倒しきることができれば大きいかなというところですかね。はい、これさらにまたイージスオーバーロード打てますね。やっぱ強いわ普通に強いわ。もう大手の水アーニャを先に突破することができましたと。やっぱイージスバリアの性能がちょっと群抜いてますよね本当に。あーでも寝ちゃいましたねで、まあ、ちょっと戦闘進んできてるんですけれども、ハネメリゼットなんともう残り 124TU で行動できるようになりましたというところで、500TU の間ですね、この布陣ずっとキープされてるんですよね、こっちは。卑弥呼とハネメリゼットと水着アーニャという。そう考えるとやばくないですか、俺。で、ようやく、ここでようやくかぐや姫倒せたんで、まあ、スリープ地獄から逃れることができたかなというところなんですけれども、こちらも水アーニャを失うという、まあ、トントンみたいな展開になりましたかね。まあでも、相手がもう白とか、水ジャンヌとか出てきてるんで、やっぱりちょっとオート展開の編成っぽいところありましたけれども、まあ、闇ジャンヌに対して、闇ジャンヌとかぐや姫が、相手にずっと盤面いる中、かなり優位に進めていたということもあるんで、まあ動きとしてはかなり良かったんじゃないかなというふうに思いますかね。あ、でついにハネムリゼット行動することができましたと。でやっぱなんかこう見るとなんかどちらかというと卑弥呼が強いっていうような感じにも見えてきちゃうな。あ、黄金の蜃気楼卑弥呼に入ってしまって残念だったんですけれども、カラスいる時はやっぱりヘッド向いてくれるんでありがたいですよね。まあこんな感じでサバイバルラッシュも打ってくれますしね。
で、孫悟空出てきたんですが、まあ、孫悟空はなんかハネミリゼットとの相性いいように見えて実はそんなに良くないんですよね。まあということもあって、あれだけ話しとけば、一緒に盤面並ぶことないだろうなと思ってたんですけど、まさかのまあ一緒に行動してしまいましたと。でここ本当に惜しかったっていうか、相手がうまくこれ動けたところじゃないかなというふうに思います。孫悟空何もできずに倒されてしまったというところですね。でポイズンドレインも食らって、毒入ってる中かなりピンチかと思いきや、本当ギリギリのところで、まあ、ポイズンプライドを打つことができましたとギリギリで生き残ることができましたね本当に。で、まあ、今、チャージないんですけど、まあ、クレオパトラの後に、チャージ回復してという感じで、まあ、やはりそうですね、うまく ANI とかで耐久面もバッチシというところかなというふうに思います。まだ、あ、もう3チャージ溜まりましたからねこれだけで。あ、この毒はちょっときついですかね。ちょっともう倒れはしないな、これ。ギリギリチャージ残るな。まあ、ハネムーンブラスト打った後に、まあ、スリープブライド、ポイズンブライドか。どうしてもいいんですけど、打てば HP 全回復するんで。あ、まあ、生き残ったっちゃいけなかったんですけど。まあ、相手のリンがいたんで、ポイズンドリンで持って帰ってましたね。まあ、ということで、まあ、主役はいなくなっちゃったんですけど、まあ、せっかくなんで最後まで見ていきたいかなというふうに思います。まあ、ハネミリゼットですけれども、動きとしては、まあ、かなり今回の戦闘においては良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、途中 500TU スタンクだったんで、まあ、もうその間は本当に、まあ、水ギャーニャと、ヒミコが、まあ、カバーしてくれたところではあったんですけれども、やはりその、ハネミリゼットだけが良かったっていうよりかは、まあ、編成のバランスが良かったんじゃないかなっていうふうには最終的に思いましたかね。まあ、ただやっぱり一つ、ちょっと気になるというか、まあ、お相手今回、孫悟空がいなかったというところで、まあ、孫悟空に対してですけれども、まあ、ハネメリゼットは孫悟空の弱点になりつつ、孫悟空もハネメリゼットの弱点になるんだよね。ん？今合ってる。まあ、お互いに弱点同士の関係になるんじゃないかなと思います。まあ、っていうのもやはり状態異常で、ハネミリゼットはまあ倒されやすいっていうところありますし、孫悟空に関してはハネミリゼットを攻撃すると、まあ、逆に、まあ、スリープ眠り状態になってしまって、動きが止まってしまうというところなんで、まあ、お互いに弱点同士の関係かなと思うんですけど、まあ、そこをどう対処していくかっていうのも、大事になってきますからね。はい、ということで、ここで朝を倒れつつ、まあ、ここでリンも倒れるかな。はい、ということで戦闘の方は終了いたしましたけれども、今回の戦闘どうだったでしょうか。まあ個人的にはかなり何だろう、うまく回ってくれた編成だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、特に冒頭の説明のところでも言いましたけれども、まあ、耐久型っていう言い方は合ってるかわからないですけど、まあ、とにかく、防御面強いかなと思います。まあ、本当に今の環境だと状態異常がですね、まあ、アンチホニャララ系を持ってるキャラも増えてきたとはいえ、まあ、それ以上に状態異常にしてくる回数の方が多いんで、やっぱそこに対してどうクリアを使っていくかっていうのが、まあ、大事になってくるところかなと思うんですけれども、まあ、水アーニャ今回先発で使わせてもらってますけれども、要所要所で光属性をやっぱり配置することで、まあ、綺麗に全体クリアが効いてくれるっていうのも、まあ、かなり大きいポイントになってくるというところかなと思いますね。でその他は雷属性を並べているので、まあ、スタンがかなり効いてくるよというところですかね。まあ、プラスアルファで、まあ、一応盤面だけ見ると、まあ、全体スリープ入ったりとか、3体スリープ入ったりとかしてたんですけれども、まあ、そこは卑弥呼がハーベストベールで直したりとか
というところで、まあなんだろう、本当に、うん、綺麗に守りつつ戦えたんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にかぐや姫が相手の先発にいた中で、あれだけの動きができたっていうのは、まあ一つ大きかったんじゃないかというところですかね。はい。で、まあ主役の花嫁リゼットに関しては、まあ、あの一つやっぱり大きい点は、相手のスリープ状態のキャラ、そこに対してまあアイアンハートまで持っていった場合は、すぐ毒ダメージで倒しきることができるというのは大きいポイントじゃないかなというふうに思います。まあ、自分も一応まあハネムリゼット先発にして、いろいろな編成試してきた中で、やはりスリープ型の方が強いかなっていうふうには思いました。ポイズン型よりは、まあ、かぐや姫なり、茨城姫なりと、組み合わせた形は、まあ、そこそこ強かったかなとは思いましたかね。まあ、逆に孫悟空とか、まあ、クレオパトラとか、まあ、その辺のキャラと組み合わせた時っていうのは、やはりあの眠りかっこ、猛毒だっけ猛毒じゃねえ、眠りかっこなんだっけ、劇薬だっけ、まあ、その状態以上、あ、眠りかっこ劇薬ですね、この状態以上が、毒で上書きされちゃうんで、まあ、ちょっとそこが、うん、あんましっくりこなかったってわけじゃないですけれども、まあ、ちょっと周りが良くなかったかなっていうふうには感じましたかね。はい。まあ、なんで今回で言うと、まあ、ミズアーニャ、そこが、まあ、スリープ結構かけてくれたとこなんですけど、ブラックアウトか、ブラックアウトでスリープしてくれたとこなんですけれども、まあ、アーニャ自体がですね、攻撃で相手の睡眠状態のキャラを起こすっていうこともないので、まあ、そこで、もうあの強く動けた点かなと思います。で、まあ、あとスリープとヒミコの組み合わせも、問題っちゃ問題でまあ実はヒミコのパッシブスキルの、ウォールブレイカーですね、この効果を生かすために結構スリープ状態のキャラに対してもこれぶん殴っちゃうんですよね、ヒミコが。まあ、ただハネメリゼットの、眠りかっこ激悪に関しては、ダメージ与えられても、まあ、この状態上治らないというところなんで、どこに書いてあったっけ、あ、ここか、眠りかっこ激薬状態の敵は 100T 内で行動不能になる、うんだらかんだら書いてあって、最後にダメージによって解除されないというところもあるんで、そこも卑弥呼との相性の良さが出てるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、なんでパッと見は本当にその、なんだろう、環境で大暴れしてるメインのアタッカーキャラっていうのはいないんですけれども、まあ、なんかパーティーバランスで見ると、まあ攻守両方で強いっていうような感じの編成が今回できたんじゃないかなというふうに思いますかね。はい。まあというところで、まあいろんな動画の中で、まあ、ハネメリゼット、強くねみたいなことを言ってたんですけれども、今回結構強いところを見せられたんじゃないかなというふうに思ったので、自分も満足でございます。はい。まあというところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。